こんにちは、小笠原です。今回はですね、平行定数の計算問題ということで、計算問題を2台ほど扱ってみたいと思います。まず最初の問題ですね。ある容器に水素 1.0 モルとヨウ素 1.0 モルを入れて混合し、一定温度に保ったところ、次の反応が平行状態に達して溶化水素が 1.60 モル生成した。 H2+I2 両矢重心 2HI、 次の問いに有効数字2桁で答えよ。1、この温度における平行定数を求めよ。2、同じ容器に水素 1.5 モルとヨウ素 1.5 モルを入れて混合し、一定温度に保ったとき、平行状態における溶化水素の物質量を求めよと。こんな問題なんですね。さて、このような問題はですね、分かっていることをこういう表にまとめます。反応前、そして変化量、平行値と分けてですね、この出てきた3つの量がどうなっているかを捉えることになります。ここではまずスタートが水素が 1.0 モル、ヨウ素が 1.0 モル、そして溶化水素最初はなかった。そして平行値にですね、溶化水素が 1.6 モルある状態であったということが分かっています。これを使ってですね、まず最初の状態をつかむところから始めたいと思います。はい、ではこの表を完成させていきましょう。まず何がわかるかっていうと、これ0から 1.6 になったので、ここが 1.6 増えたということがわかります。溶化水素が 1.6 増えるということは、この係数見てあげると、1対1対2で1モルと1モルから2モル反応する式なので、こちらが 1.6 モル増えたということは、こちらの方が 0.8 減ったということですね。 0.8 減って 1.6 増えたと、そんなことが分かるわけです。でここは引き算になりますから、1から 0.8 を引いて 0.2 ということになります。ですので、平行値の状態としましては、水素が 0.20 モル、ヨウ素が 0.20 モル、そして溶化水素が 1.60 モル、そして体積が V リットルということで、平行値の状態をつかむことができました。次にですね、係数にこちらの数字を代入していきたいと思います。このモルは全部分かってます。体積は書いてませんので、 V リットルとします。そうしますと、まず H2 は V 分の 0.2 ですね。 V 分の 0.2 モル割るリットルです。そして I も I2 も同じです。 0.20 分の V。 そして HI のモル濃度がV 分の 1.6 の2乗というふうになります。と、 V が全部消えちゃうんですね。 V が全部消えて残るのが 0.20 分の 1.6 の2乗なので、ここが8になりますから、864というふうになります。そしてここは単位はですね、モルパーリットルの2乗をモルパーリットルかけるモルパーリットルで割ってますから、ちょっと消えちゃうんですね。消えてしまいますので、単位はなしになります。はい、こちらの方が1の回答になります。2番はですね、先ほど1でこの KC の値が、濃度平行定数の値が64度分かって、こちらを使って解く感じになります。反応前が 1.5 モル 1.5 モル、ここからスタートして平行定数が与えられている、この時どうなるかですね。この場合には変化量、このところを X として使っていきたいと思います。ここを X とする手もあるんですけれども、こちらを X としてあげた方が計算はしやすいと思います。答えはここに X の値を求めることになります。そうしますと、 H2 が 1.5-X モル、 I2 も 1.5-X モル、そして溶化水素が 2X モルであると。体積は V リットルです。この値をここに入れる形になりますね。ここに入れてみましょう。そうしますと、
分の V の2乗、下は同じものを書けますので 1.5-X 分の V の2乗で 2X1.5-X の2乗を64と、まあ、こういうふうに書くことができます。そしてこの式を解いて x を求めて 2x が答えになるということなんですね。あとは数学の話なんですけれども、 1.5-x 二乗分の 2x の二乗イコール64、ここまああえて 4x 二乗にしなかったんですけれども、この2乗2乗2乗の形になってます。2乗2乗の形になってますんで、これ展開してはいけないです。気をつけてください。展開はしないでください。でこの x の値は、もともと考えると 1.5 も正でなければいけないので、ここも正でなきゃいけないので、0と 1.5 の間の数字になるはずです。ですので 1.5-x が正の数、 2x も正の数なので、ルート外すときに 2x ですね、全部正の数になるように外してあげます。ここは8波67なので8と、括弧外してこんな形にしますと一次方程式になりますので、これを解くことになります。ですので 2x イコール 8-1.5-x、 そして括弧を外して 2x イコール 12-8x ですね。そして移項させてあげて 10x イコール 12x イコール 1.2 になります。で気をつけてほしいことは、この x はですね、この x なので、今求めたい2HI は 2X ですから、2倍することを2倍してあげて 2.4V と答えます。これ展開してもできなくはないんですけど、こんな計算になっちゃうんですね。展開します。そしてこちら64倍します。そして整理します。そうするとこんな式になりますね。まあ、60で割ってちょっと見やすくしてあげると、 x²-3.2x+2.4=0 になります。まあ、ここから解の公式に行ってもいいんですけれども、まあ、もし係数を見て気がつけば因数分解できるんですね。 x-1.2x-2=0 で答えが 1.2 と0、2つ出てきますけれども、0と、ごめんなさい、こう 1.5 ですね、 1.5 の間ですので、この 1.2 が答えになる。で 2x=2.4 とやりますけれども、圧倒的に大変なので、これはしてはいけません。この問題に関しましては、この括弧2に関しましては別解が存在するので、これも紹介しておきたいと思います。別解はですね、括弧1の結果を使います。括弧1の結果で 1mol1mol0 からスタートして 2HI が 1.6mol できてたと、こんなことは分かってるんですね。この表を見比べてあげますと、あの1mol1mol のところが 1.5mol1.5mol になってますので、つまりこれは全部が 1.5 倍のスケールでできているんだということがわかります。ですのでここの値もですね 1.5 倍に なりますので、この 1.6 を 1.5 倍して 2.4mol と解いてあげますと簡単に解くことができます。はい、では次の問題です。ある容器に酢酸 3.0mol とエタノール 3.0mol を入れて混合し、 25°C に保ったところ、次の反応が平衡状態に達して酢酸エチルが 2.0mol、 水が 2.0mol 生成したと、こんな反応式になるんですね。次の通りに有効数字2桁で答えよう。まず 25°C におけるこの反応の平衡定数を求める。括弧2番、同じ温度で同じ容器に酢酸 1.0mol とエタノール 2.0mol を混合した、平衡状態に達した時の混合物中の酢酸エチルの物質量を求めよう。ただしルート3イコール 1.7 とする。さてこの問題をやってみましょう。やり方ですけど、まずこの表を作るんでしたね。こちら側3つ書きます。反応前、反応分、平衡時と、こんな風に考えていきます。まあ、分かっているのは最初のスタートが 3mol3mol で0、0スタート、そして平行時に、酢酸エチルが 2mol、 水も 2mol になりました。ということはここが、2mol 増えたわけですね。
で係数今1対1対1なの で、 あちらが2モル増えたということはこちら2モル減ったということになります。ですなわち酢酸は 1.0 モル、エタノールは 1.0 モル、酢酸エチル2モル、水 2.0 モル、これで平行になっているということなんですね。はい、ではこの表を使ってですね、平行定数を求めていきたいと思うんですけど、これモルで体積わからないので書いてないので、まあ、V リットルとします。 V リットルとして、モルパーリットルに代入していきます。そうしますとこれが平行定数なんですけれども、酢酸エチルの部分がこれですね、 V 分の2、水も V 分の2モル、そして酢酸とエタノールは1モルしかありませんので 1.0 分の V となります。そうしますと V が全部消えますので、1分の 2×2=4 ですね、有効数字2桁ので、なので 4.0 というふうになります。で今回はモルパーリットル、モルパーリットル、モルパーリットル、モルパーリットルで全部消えてしまいますので単位はつきません。こちらのはカッコ1の回答になります。はい、では今度カッコ2なんですけど、今回は酢酸が1モル、エタノールが2モルからスタートしています。今回2モルからスタートしています。そして酢酸エチルを知りたいので、まあ、ここは X と置いたわけですね。そうすると、同じだけできますから、水も X モルできるわけです。そしてこちらが X ずつ減ります。1-X ですね、 2-X、 こんな風になるわけです。で先ほどの平行定数に入れてみますと、酢酸のところが 1.0-X 分の V、 2.0-X、 V 分の 2.0-X、 そしてこちらが V 分の X かける、で V は消えますので 1-X+2-X の2乗が 4.0、 これが解くべき方程式になります。はい、ではあとはここを解くだけなんですけど、まあ、数学的に解きたいので、まあ、本当は 1.0、 2.0 なんですけど、まあ、ここ1、2とさせていただいて、でこちらの方をですね、分母を払う形で、こちらの方に持ってきますと x1=4(1-x×2-x) というふうになります。これまずここのところを外して、ここ2つかけてですね、 4(1-3x+x)2にして括弧を外して、 4-12x+4x にして、この x2 移行させますと、解くべき二次方程式が 3x2-12x+4=0 というふうになります。これなんか因数分解とか簡単にできるといいんですけど、ちょっといやできそうでできないんですよね。でここの12が偶数ですので、あの二次方程式の、解の公式ですね、それの、ここが偶数版の方、この x=a分の -b′+-√b′2乗-ac、 こちらの方に代入していきます。そうしますとこのところはプラス6±√6636-ac で 3×4 ですね。分母の方が a が来ますから3分の2になる。ここのところが、ルート24なので、2ルート3になりますので、この答えは3分の6±2√3です。ただしこの x はですね、元を考えますと、ここが 1-x が正でなきゃならないし、もちろん x も正でなきゃならないので、 x は0と1の間の数になります。0と1の間の間になりますので、足した方、プラスの方はオーバーしてしまいますので、マイナスの方になりますね。
で、3分の6を計算して 2-3 分の2ルート3になるわけです。で、ここのところは 2-3 分の2かけるここが 1.7 になりますので、このところを計算してあげますと 0.8666 といきますので 0.87 モル。こんなふうに回答することができます。今回二次方程式を解かなきゃならなかったので、ちょっと計算の方が厄介になりました。